先生可能、始めましょう。やるか、行くぞ。それ。今だわ。みんな、行くわよ。さあ、先を急ぎましょう。よし、一気に行くぞ。わかったわ。やはっ、チャンスです。皆さん、お願いします。任せて。はい、行くぜ。俺の番だな。はっ、よし、もう大丈夫だ。よし、上げていこうぜ。任せてくれ。やっと。さてきゃ。私の番です。やはやは、俺の番。行きましょう。任せて。そこ。そこだ。はい、そこです。やは、俺の番。やは、きゃ。行きます。俺の番。任せて。任せてくれ。よっしゃ。任せて。俺の番だ。よし、もう大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。行くぞ。やっ、やっ。はい、任せて。やっ、ここ。よっしゃ、一気にボコるぞ。ま、こんなもんかね。Thank you.
リラ。よっしゃ、畳みかけるぞ。よっけー、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。まだまだいける。それじゃあ一旦ここで真夜中まで待機しよう。魔獣が現れた時の段取りと配置も決めないとな。ただ魔獣を撃退するだけではダメということですね。ええ、魔獣を操っているマフィアたちの方も抑えないと。なかなか難易度の高いミッションになりそうだぜ。ちょいと飲みすぎちまったか。しかし遅くなっちゃったな。町長に早めに帰るよう言われたばかりなのに。ああ、例の魔獣のお話かよ。けっ、こちとらカジノを我慢して毎日穴掘りばかりやってんだぜ。せめて酒くらい好きなように飲ませろってんだ。いつも週末には町に出てカジノに入り浸ってるくせに、それで全部吸ってくるんだから、店にはいいお得意様だよな。うるせえ、店に貯金してるだけだっつうの。見てろよ、次はルーレットで大当たりを出して今までの分を取り戻してやるからな。あれ？今の。なんだ？まさか例の狼？夜な！助けて、エイドン様！あんたら、できれば目を塞いでな。ほらよ！なんだ？今のは？スタングレネードさ。訓練された犬っころにも少しは効くんじゃねえか？あんたら、昼間の話は後で。宿に避難してください。ああ、なんだってんだ。意表はつけたが、かなり手強そうだぜ。
よし、このまま撃退するぞ。俺の番だな。行きます。おっしゃ。行くぞ。さてと、そこです。俺の番だな。私の番ね。私の番ね。私の番です。よし、おっしゃ、行きます。へい、俺の番だな。やっ、いや、俺の番だな。さあ行くぞ。行くぞ。私の番ね。へい、さてと、ドライブ開始。よし、それ、ありがとう、私の番ね。キャッ、私の番です。ガンナーモード、起動します。そこだ。任せろ。俺の番だな。えいっ、ディア、お返しよ。行きます。ター、私の番だ。はい、任せろ。ぜちょろいぜ。さすがに手強かったな。こうしてみると、狼というよりは犬みたいね。やはり訓練された軍用犬でしょうか。まだ余力があんのかよ。問題ない、このまま追いかけるぞ。タム、逃げていった先にマフィアたちがいるはずだ。ええ。なんだ？おい、なんでこんな早く戻ってくるんだ？町の人間を襲うように指示を出していたんだが。どうしたお前ら、早すぎるんじゃないのか？そこまでだ。なんだ？お前たちは。クロスベル警察、特務支援課の者だ。ルバーチェ商会の方々ですね。器物損壊及び傷害の容疑であなた方を拘束させてもらいます。警察、なんでこんな町に。特務支援課、ファビオたちが下手打ったあの旧市街での仕込みを邪魔したとかいうガキどもか。どうやら名前を覚えられちまったみたいだな。ここは光栄に思っておけばいいんでしょうか。ちっ、まあいい。警察の跳ね返りなんぞ、ここで痛めつければ済むことだ。
前に仲間が世話になったようだな。おまけにうちの犬どもを可愛がってくれたようだし。ちょうどいい。ここで礼をさせてもらうぜ。抵抗するのか？それはこっちのセリフだぜ。 Get ready。 薬で回復させやがったか。これでもプロなんでね。 Go and attack。 こいつらの喉を食いちぎるつもりで行け。くね、こちらも手加減無用だ。負けられない。よし、任せろ。おら、Yeah!
せてくれ。せいはっ、うん、私の番ね。みんな頑張って。ありがとうございました。行くぞ。俺の番。さてヘイ、さてヘイ。よし、はっ、任せて。そこ、そこだ。行きます。そこです。はあ、これで一安心です。さすがに厳しかったわね。まさかあんな風に犬を操るなんて。なかなかの連動じゃねえか。バカな。こんなガキどもに。これ以上の抵抗は無駄だ。あんたたちの身柄は明日の朝警備隊に引き渡す。ま、今夜のところは倉庫にでも泊まっていけよ。俺たちが責任を持って見張っといてやるからよ。フフフフ、待て。行かせるかよ。勘違いするな。こうなったら手段は選ばねえってだけだ。まだいたの。しまった。10匹か。さすがに数が多すぎるぜ。形勢逆転だな。俺たちをコケにしてくれた霊だ。せいぜい時間をかけてなぶり殺しにしてやるよ。このままじゃピンチですね。こうなったら。エイドスへの祈りの時間は終わったか？それじゃ、楽しい処刑タイムの始まりと。なんだ？仲間を連れて剣山ってわけか。お前ら何を怯えてやがる。数じゃこちらも負けてねえだろうが。尻尾を丸めてんじゃねえ。ま、本物と偽物の格の差ってやつだろうね。確かに犬が狼に勝てるはずがねえ。なんか名誉を傷つけられて怒っているみたいですし。落とし前をつけに来たといったところかしら。今度こそ終わりだ。器物損壊と傷害容疑および公務執行妨害で。
この狼そんなにものかしら。ただものじゃないみたいだけど。でもお兄さんたちも爪が甘いわね。狼さんたちが助けてくれなかったらどうするつもりだったのかしら。ま、これからだろう。あら、あなたも来ていたのね。さしずめ、彼らの手に余ったら手助けするつもりだったのかしら。風の剣聖、ハリオス・マクレイン。君こそな。結社ウロボロスの執行者ナンバー15、殲滅天使レン。正直過ぎたランクだからな。カシウス・ブライトの代わりを期待されても荷が重いだけだ。どうかしら。でもカシウス・ブライトと一度会ったことがあるけど、あなた剣の腕だったら彼をしのいでいるんじゃないかしら。そうね、レンが知っている一番強い人に匹敵する感じがするわ。それは光栄と言うべきか。この数ヶ月、君がクロスベル自治州に滞在していることは掴んでいる。最初はお茶会とやらを開くつもりかと思ったんだが。分かっていないわね。レンがお茶会を開かなくてもクロスベルは十分刺激的でしょ。この上余計な催し物をするのは物粋というものだわ。それを聞いて安心した。どうやら個人的な事情で滞在しているだけのようだが、いつまで彼らから逃げるつもりだ。君たちの因縁にとやかく口を出すつもりはない。彼らがクロスベルに来てくれたことは個人的には大助かりだからな。だが目の前にある答えからいつまでも逃げられはしないぞ。放っておいて。それにレンがここにいるのはエステルたちのことだけじゃないわ。彼の修理もあるし、確かめなくちゃいけないことがあるから。確かめなくてはならないこと。おとなしくするって約束するから、レンのことは放っておいてちょうだい。もちろんエステルたちにも余計なことは喋らないでね。承知した。君がこの地にあだなさぬ限り余計な干渉はしないことを誓おう。迷子の子猫。しかしこのままでは彼女も彼らも迷い続けるだけだ。何かいいきっかけをもたらす第三者でもいれば、あるいはまさかな。
皆さんすごいです。まさか事件の真相を見抜いてそのまま解決するなんて。ええ、正直驚かされたわ。できれば大立ち回りをする前に私たちを呼んでほしかったけど。そのすみません、警備隊の司令殿からマフィアに情報が流れる可能性をつい考えてしまいまして。それを言われると辛いけどね。でもあなたたち、その白い狼たちに助けられなかったらどうしたの？それは正直危なかったっすね。そういう時はセルゲイに相談して私に直接話が行くようにするとか、いろいろとやり方があるでしょ。確かにクロスベルの現状にはいろいろと難しい問題があるけれど、それでも自分たちだけで何でも解決しようとするのはただの思い上がりに過ぎないわ。はい。返す言葉もありません。まあ、おこごとはここまでにしましょう。本当によく無事でいてくれたわ。それと私たちの代わりに事件を解決してくれて感謝します。副司令。改めて言われるとむずがゆいっすね。ところで副司令、ロイドさんたちを助けたという白い狼たちの方はどうしましょう？そうね、完全に濡れ衣だったみたいだし様子見してもいいと思うけど。大丈夫かと思います。無用なトラブルを起こすほど愚かではなさそうでしたから。そうみたいね。しかしそういう意味では愚かなのは人間の方だったわね。まさか軍用犬の実践テストをするために各地で騒ぎを起こしていたなんて。いくら後ろ盾があるからといって舐めたことをしてくれたものだわ。はい。でもこれだけの騒ぎを起こしたわけですし、さすがに今回ばかりは言い逃れはできないですよね。やはり保釈されてしまう可能性が。ええ、高いわね。今までにも国境付近でのマフィアの密輸を摘発したことがあったんですが、その都度圧力がかけられて保釈されてしまっているんです。それどころか適当な名目で密輸品も返還することになって。グダグダですね。そういやベルガード門でも同じようなことがあったな。でも腐ってばかりもいられないわ。この状況でみんなが諦めたらクロスベルは本当にダメになる。そう考えて自分にできることをしている人たちは少なくないはずよ。あなたたちみたいにね。あ、はい、そうでありたいと思っています。これからもあなたたちの働きに期待させてもらうわね。さあクロスベル市までうちの車両で送っていくわ。ノエル、出発の準備を。イエスマム。さすがに眠いわね。なんやかんやでほぼ貫徹に近いからな。もう限界です。とにかく帰ったらみんな一眠りしよう。課長への報告はそれからだ。そうね。あら、よう、お疲れさん。課長、どうしたんですか？まさか俺たちをわざわざ出迎えてくれたのかよ。そんな気色悪いことするかよ。ただまあ事件の顛末はソーニャからの通信で聞いたぜ。初めての市外活動にしちゃそこそこ頑張った方じゃねえか。どうも褒めてるんだよな。それで課長はここで一体何を？
朝食後の一服にしては変なところにいますね。いや無理ねえだろ。あんなのがいきなり訪ねてきたらさすがに落ち着いて一服できねえよ。あんなの？誰か訪ねてきてるんすか？知らねえが、お前らの客じゃねえのか？妙に慣れ慣れしいというか、ふてぶてしい態度だったけどよ。とにかく、中にいるんですよね。入ってみましょうか。やっぱりお前らの知り合いか。いや、いきなり入ってくるから思わず銃を抜いちまったが、気にした様子もなくそこに寝そべりやがるからどうにも手を出しづらくてな。あなた、どうしたの？なんでこんな場所に？なんて言ってるんだ？自分の名前はサイト。我々への濡れ衣を晴らしたこと、ご苦労だった。サイト、お礼を言いに来たの。そう、それはともかく、やっぱり偉そうなやつだな。どうしたんだ。嘘な。だが、お前たちは若く、どうにも頼りない。仕方ないからしばらく自分が力を貸してやろう。気が向いた時に助けてやる。なっ、え？おい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 、心配はいらない。群れは部下に任せたから安心するがいい。いや、そんなことを心配してるんじゃなくて。伝説の神道か。どうにも妙なのに見込まれちまったみてえだな。課長、とりあえず上には警察犬で通しておいてやる。今後どう付き合っていくかはお前らで決めるといいだろう。そんじゃ俺は寝直すからな。ちょっと課長、めんどくさくなったな。はい、大丈夫なのかしら。私は賛成です。頼りになってくれそうですし、何よりもこのマフマフした白い毛並みは魅力的かと。それは否定しないけれど。ま、頼りになる助っ人が増えたと思えばいいのかね。はあ、そうだな。とりあえずこのままじゃまずいから、どこかで首輪でも買っておくか。